どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ガチでもう美容室選びに失敗しない方法について紹介していきたいと思います。はい、ということで、今日はね、選び方、美容室の選び方について紹介していきたいと思うんですけど、あのね、いつも通われてる美容室がある方はそこまで問題ないかなと思うんですけど、ね、今4月なんでね、新生活が始まったりとか、あとはね、あのいつも美容室が決まってない方におすすめの方法になってきますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。で、まず美容室選び。で、一番大事なことっていうのは、まあ皆さんね、どういう髪型にしたいかっていうのがね、一番重要かと思います。で、どういう髪型にしたいかって決まってる方だったりとか、もう私ってどういう風な髪型が似合うのかっていうのがわからない方っていう方が、まあ二通りいらっしゃるかなと思うので、例えばですけど、まあ何に重点を置くかですよね。カットだったりとかに、重点を置くのか、例えばカラーだったりとかに重点を置くのか、ここも多分違いになってくるかなと思うので、基本的にですけど、カットに重点を置きたい方に関しては、僕個人的な意見ですよ。まあ美容師から見て、こういう美容師さんだったら僕切ってもらいたいなっていう思う観点からちょっと紹介していくんですけど、あの、まずは、やっぱりね、皆さんこう情報を取るので、だいたいインスタグラムの方が多いかなと思うので、ちょっとそれで言うと、ショートヘアが上手な、美容師さんに僕個人的にはやってもらった方がいいかなと思ってます。なぜかというと、ショートヘアを着る方っていうのは全部ね、顔の形、あと頭の形、髪質で、例えばね、まあ、おでこの長さだったりとか、まあ、いろんな風の見て全部のトータルをして、髪型を作っていくんですよね。なので、あの、やっぱりそういうふうにこう、人を見る目っていうのは多分かなり長けてる方が多いかなと思います。ああいうショートヘアを乗せてる方っていうのね。なので、まあ変な話ですけど、まあショート着れるめちゃくちゃ上手な人っていうのはどんな髪型でも正直着れます。なので男性でも上手だと思いますし、女性のロングの方でも多分全然上手だと思います。なので、あの、まず選ぶのは、でショートヘア あのスタイルを見て可愛いなと、あ、こういう髪型ね、ショートヘアでもいろんな髪型あると思うので、で、バーっと乗せてる方、例えばボブがすごく上手な方だったりとか、本当になんかちょっとボーイッシュな、ショートが上手な方だったりとか、可愛い系のね、ショートヘアが上手な方だったりとかいると思うので、その中で自分が、あ、こういう髪型はなんか自分がいいなって、こういう風になりたいなって思う、まあ美容師さんを探してもらえると、多分ね、似合う髪型を絶対作ってくれると思います。で、ロングヘアの方に関しても、ロングとかセミロングの方とかでも、あんまり長さがあって、まあ正直この辺って変えたくないと。でも、なんか雰囲気変えたいってなった時に、多分美容室とかにね、行った時に言われるのが、まあ前髪が一番変わりますよとか、顔周りが一番変わりますよとか、かなり言われるかなと思うので、もうそこってまたショートヘアの部類になるんですよね。もうここを例えば束ねてしまったら短い髪の毛が出てくるじゃないですか、この前髪とか。っていうのも、やっぱりね、ショートヘア切ってる方っていうのは、ここをやっぱり重点的に考える方も多いので、ショートヘアを切る方が結構ね、おすすめかと思います。で、次に、カラーリング。ね、カラーリングとかも、やっぱり基本的になんですけど、明るいトーンやってる美容室の方って結構多いじゃないですか。例えばですけどね、すごく色味がね、ビビッとに出してる美容室だったりとか、例えばもう、めっちゃ赤とか、パープルとか、青とかやってる方とかもね、いるし、例えばはたまたこう、ミルクティーとかね、なんかちょっと、まあ外国人っぽい感じのやられる方だったりとか、あとはまあ普通にね、会社勤めでもできるようなカラーリングをされてる方、この3パターンぐらいが、まあインスタグラムとかで出してる美容師さんが多いかなと思うんですけど、基本的にですけど、カラーリング上手な美容師さんっていうのは、このビビッドなカラーを出す人だったりとか、あとはハイトーンのカラー、もうミルクティーとか、もう本当にベージュとかを綺麗な、まあダブルカラーですよね、一般的にやる。ダブルカラーをやってる美容師さんの方が断然上手です。うん。そういう風なのを見せてる人っていうのは、結構カラーリングに自信がある方が多いので、基本的にですけど、カラーリング上手な美容室に行きたいのであれば、そういうハイトーンのカラーを乗せてる、美容師さんの方が、断然おすすめです。なぜかというと、
明るいカラーから、ちょっとね、ビビッドな色に出したりとか、そういうふうに柔らかいニュアンスのカラーって、微妙な、やっぱりその、カラーのね、調合がすごく重要になってくるので、その微妙なカラーがずれるだけで、色味が全然変わったりするんですよね。なので、すごく緻密に考えられてます。カラーリングに関して。で、逆に、一般的な、会社勤めでもできる方だったりとか、あとはね、まあもう、無難、まあ言い方あれですけど、無難に仕上げるカラーリングっていうのは、結構ですけど、ざっくり考えても大体できます。なので、派手なカラーリングをされてる美容室って行きづらいっていう風に思われてる方も結構多いかなと思うので、ちょっとね、確かにそういうとこ行きづらいかもしれないんですけど、例えばじゃあちょっとね、もうダブルカラーしてても、なんだろう、このぐらいだったらちょっと、まあ、会社を辞めてる時期だったりとか、だったらちょっとこのぐらいのカラーをやってみたいな、挑戦してみたいな、綺麗だなとか思うような、美容室も多分中にはあるので、そういうところに行かれると多分ね、自分の好みのカラーリングに仕上げてくれるのは結構ね、高確率でやってくれるかなと思います。ちょっと明るめのカラーリングをガンガン乗せてる美容室に行かれる方がカラーは、結構成功しやすいですっていうことですね。はい。で、それがまあカラーリングに、を結構重要視されている方の美容室の選び方になります。まあ、次に広がりだったりとか、あとはまあ癖ですよね。が気になる方に関しては、やっぱりね、ストレートパーマだったりとか、髪質改善だったりとか、まあいろんな方法でね、こう打ち出している方が結構いるかなと思うんですけど、基本的に、個人的にですよ。まあ、髪質改善って言ってるところでも全然問題ないかなと思うんですけど、やっぱり、まあ、宿毛矯正だったりとか、ストレートとかって言ってるところの美容室の方が、まあ、断然上手だと思います。僕は個人的にですよ。髪質改善って、やっぱりなる方もいらっしゃるし、ならない方もいらっしゃるし、っていうのが結構あるので、なんだろうね、今、たくさんね、いろんなメーカーさんでもね、髪質改善のね、言ったら、トリートメントだったりとか薬剤とか出てるところもあるんですけど、やっぱり、個人的にはやっぱストレートパーマ、宿毛矯正で結構打ち出してるところで、結構それでなおかつ綺麗に、なってるところ、綺麗に写真撮られてるところだったりとかは、かなり、上手な、サロンが多いかなと思うので、いつもね、宿毛矯正だったりとか悩んでる方ね、広がりだったりとかで悩んでる方に関しては、ストレートパーマ、宿毛矯正が売りにしているところを選んであげる方がベストかなと思います。で、基本的にですけど、あんまりね、安くないサロンの方がいいかなと。結構この、クオリティで、この値段です、みたいな。まあ、地域によったりとかもね、全然するかなと思うんですけど、大体平均値を見ていただいて、で、それよりも高いところ、に関しては多分かなりの自信があるような、サロンかなと思うので、お金だったりはかかってくるとは思うんですけど、でもそういうところで出られる方が、まあ、失敗はしにくいです。あとは接客だったりとかも個人的にはちゃんとしてるところが多いかなと。まあ中にはね、ちょっとムッとされてる美容師さんも中にはいらっしゃるかもしれないですけど、まあその分ね、技術とかをね、すごくしっかりしてる美容師さんが多いかなと思うので、まあその辺はね、やっぱちょっと行ってみないとね、まあその雰囲気、美容室の雰囲気っていうのは分からないんですけど、やっぱりちょっとでも高価格のところの方が、個人的にはベストかなと思ってますので、そういうところを選んであげる方がいいかなと思います。で、トリートメントに関してもやっぱりね、いろんな名前ネーミングつけてるところも多いです。なので、そうトリートメントに関しては正直な話、行ってみないと分からない部分はあります。でもやっぱりそういうカラーリングだったりとか、あとは、そうですね、宿毛矯正だったりとか、上手なところっていうのは、トリートメントもかなりこだわってます。なぜかというと、そういう薬剤をうまく使って、駆使しているサロンっていうのは、トリートメントだったりとかも、すごくうまいことを、使ってます。なので、それをミックスさせて、髪をきれいに見せてるところが多いので、そういうところは、まあ、トリートメントだったりとかもね、かなりね、いい状態に仕上げてくれるかなと思うので、合わせてね、そういうところを選んでいただければなと思います。はい。で、まあ、こんな感じでね、カットとね、カラーと、まあ、言ったら宿毛矯正、パーマですよね、とかを、やってる。まあ、あとは、まあ、パーマとかも同じです。パーマの、なんかこう、ウェーブだったりとか、やってるところっていうのは、もうそればっかり乗せてるような、まあ、美容師さん。がかなり自信があるところかと思いますので、そこも、まあ、価格帯もちょっと、平均よりも高いところ
を、やってるサロンの方が、まあ、ベストかなと思うので、そこも合わせてね、覚えていただければなと思います。なんでね、こんな感じでね、まあ、美容室の選び方についてちょっと紹介させてもらいました。これはもうあくまでも、まあ、美容師から見ての目線になります。まあ僕言ったらね、18年目ぐらいですかね、今美容師そのぐらいになってますけど、やっぱりそれを見ていろんな美容師さんね、仲いい美容師さんもいます。そういう方でいろんな話を聞いた上で、僕がお客様だったら、やっぱそういう風なしで美容師を選んでいくかなと思うので、紹介させてもらいました。なのでね、オールマイティーにやってる美容師さん、上手な方はたくさんいらっしゃいます。なんですけど、本当にね、その専門でやってるところに関しては多分ズバ抜けてる方が結構多いかなと個人的には今思っておりますので、まずね、カットで気になるっていうカットがね、やっぱり重要視したいという方はショートで、カラーリングに重要視したいっていうのは、まあ、ちょっとハイトーンのカラーが、上手なところで、パーマだったりとかね、縮毛矯正に関しては、まあ、パーマの画像をいっぱい載せてるところだったりとか、縮毛矯正とかストレートを、で打ち出してやってるところで、なおかつ平均よりも少し価格帯が高いところを選んであげると、まあ間違いなく、いいサロンに出会えるかなと思っておりますので、まあ接客に関しては正直行ってみないと分かんないです。なので接客重視されてるところに関してはやっぱりね、その人の世界観っていうのもあると思うので、まあ、本当に行ってみないと分かんないんですけど、そこはね、すいません。なんですけど、まあ、技術に関してはそういう風に選んであげると全然変わってくるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、この動画がよかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、コメントもしっかりお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。